細野正文から1939年3月14日は明治期の鉄道官僚である。日本人唯一のタイタニック号乗客として知られる。細野正文の主機細野は鉄道員副参事を務めていた1912年第1回鉄道員在外研究員としてのロシアサンクトペテルブルク留学の帰路にてタイタニック号に日本人ではただ一人乗船していた。 もっとも死亡率が高かった二等船室の男性乗客であったが、細野は15ボートに乗って生還を果たした。細野はその時の状況を雑誌、冒険世界において次のように語っている。ふと原則を見ると、今や最後のボートをおろしろされるところで中には45人分の女子供が乗っていたが、スルスルと1ヤードか2ヤードほど下ろした。 ところが何かか車に故障があったと見えてピタリと止まった。ふと聞くとも、なしに聞くと、何にまだまだ三人くらいゆっくり乗れるじゃないかと、船員同士の和声がした。私は立ち止まった。すると、私の側におった一人の船員が、ひらりとばかりに、ボートに飛び降りた。見るとボートは、元のまま、へさきのところが空いて誰もいない。これなら飛び込んでも誰にも、 被害を与えまいと思ったので、いきなり飛び降りた。週刊文春などの報道によれば、タイタニック生還者の一人である、イギリス人、ローレンス・ビーズリーが1912年に出版した、著作、ザ・ロス・オブ・ザ・エス・エス・タイタニックの中で、他人を押しのけて、救命ボートに乗った、嫌な日本人がいたと証言したことが、日本国内で広まったことにより、細野は、当時の新聞や、 終身の教科書などから批判にさらされたという。しかし1997年にタイタニック展示会主催団体タイタニックエキシビションジャパンの代表マット・テイラーが細野の手記や他の乗客の記録と照らし合わせた調査からビーズリーと細野は別の救命ボートに乗っており人違いであることを確認した。その調査によれば記録では細野が乗り込んだ救命ボートには アルメニア人男性と女性しか乗っていなかったことになっているが、事故当時、細野は髭を生やしていたため、アルメニア人とご起されたのであり、一方ビーズリーの13号ボートには中国人がおり、ビーズリーはこの中国人を細野と勘違いしたのだという。これによって細野は名誉回復されたという。テイラーは細野の手記について読んだときに、 体が震えるほどの衝撃の受けたといい、また、事故当時の乗客の心理状態を、これほど的確に描写した記録は他にはないでしょうと語っている。2015年放映の NHK の取材に対し、タイタニック財団理事のボブ・ブラックケンは、成分の隣にいたアルメニア人のフレコリアンの証言と成分の手記により15ボートを調べたところ、同ボートは定員に達せず、 二人は人を押しのけることなく乗り込んだと判明。同財団は1998年の解放で、これについて12ページにわたる特集記事を組んで公表したと答えた。一方、ジャーナリストの安藤健二は細野がビーズリー証言をもとに批判されていたという、逸話自体に疑問を呈している。安藤の調査では、問題のビーズリーの著作、ザ・ロス・オブ・ザ・エス・タイタニックから、 日本人に関する証言を見つけることはできず、また当時の終身の教科書や新聞にも、細野を批判したものは発見されなかった。そもそもタイタニック号沈没事件について触れている、教科書は1925年発行の、聖帝女子福とか本巻2と、補修教育現代文特本後編2だけであり、そこに載っているのはいずれも経済学者、和田垣健三の書いた、エッセイ。 タイタニック港の沈没であるが、日本人も一人いたが、これは幸にもジョッタとあっさり触れてるだけで、細野への批判など全く見られない。安藤の調査で確認できたのは、少年向け愛国雑誌、気有青年のインタビューの中で、ニトベイナゾウが、細野の名前を出さずにこの事故で、女用のボートに飛び降りて助かった、日本人男性がいることを、ニトベイナゾウが皮肉っぽく語っている。 この、義勇青年は、格のごときことに、極めて神経質なる記者は、憎悪の勘のどもとまで込み上げてきたりて、不快言うばかりなく、博士の引きやむるもきかず、裁縫を訳して、に、門外に走り入れ、天に、こうつてぺ、ぺ、つばすること量三回、わずかに、留院を抑えて帰りぬという形で締めくくられており、記者と等安静の態度が、批判的とも取れる。 明確な細野への批判が最初に確認できるのは、事故からずっと後、細野が死んだ後の1954年10月4日の、新潟日報夕刊に掲載された、東山る事故に関連して寄せた早稲田大学教授、木村武の寄稿文であるという。しかもニトベも木村もビーズリー上限をもとに、批判しているわけではなく、女性と子供が優先というルールがある中で、男性であったのに、 甲板から降ろされる途中の救命ボートに飛び乗るという特殊な手段を用いて助かった行為を批判ないし皮肉ったものであった。安藤はメディアが名誉回復されたという美談に仕立て上げようとして批判の存在を劣造したのではないかと推測している。A タイムズ2009年3月26日の記事によると同じ15ボート生存者で2007年に亡くなった。 バーバラ・ウエストの母エイダ・ウエストの手記では、ある男性が女性のドレスに隠れていたという。またドレスに火がつかないようタバコを消すよう注意された男性がいたと言われる。しかし、史実で確認する限りそのような男性がいたことは事実であるが、その人物を特定し、名指しした文書は今のところない。ただし15号ボートに船員以外の男性は2人しかいなかったのも、 事実である。ABCDEFGH ファミリーヒストリー、細野春臣タイタニックの宿命音楽家の原点、NHK、2015年6月12日放映、明治44年4月21日大舞、新聞修正明治編年始、第14巻、細野正文歴史が眠る玉霊園、CD 現代日本人名録ぶっこ者編1901から2000より、 唯一の日本人にして生き残りだった祖父。ナショナルジオグラフィック日本版。2018年5月20日閲覧。ABCDEFG 安藤健治 2011P 第4章で続された日本人差別。タイタニック生還者が美談になるまで。13号ボートの中国人生存者の名前は、チャンフー HTTP。 コロンスラッシュスラッシュ www.encyclopedia-titanica.org スラッシュ titanic-sur-vivor スラッシュ ch-o-n-g-fo.html-httpswww.encyclopedia-titanica.org o タイタニックライフ b ボート -13 タイタニック号99の謎、福地霊、二見処方二見文庫、ピアニッシモ、149から151、1998年5月30日。怒涛安政、新戸部稲造1926、P、義勇青年二巻三号新戸部博士より、義勇少年職務へ。ザ・タイムズ、フラスコーブホットミルクフォーファミリーゼン。 アーサー・ウエスト・ウェントダウン・ウィズ・タイタニック、ハット・タイタニック・サバイバーズ、ライフボート10。ありがとうございます。